元気が出る絵手紙大葉康之です今日はキウイをいただきましてそのキウイを書きました半分 完成ですですす半ぶっこって大好き幸せ,幸せな味がするちっちゃい頃から何でも半ぶっこ半ぶっこって言ってきて妹の取りまくったりしてたけど今はね半ぶっこってありがたいなって思いますなんてったって半ぶっこできる相手がいる半ぶっこ半分食べる量は半分だけどすごくおいしくて。 幸せな味は百倍です。ハンボッコ大好き。ありがとうございます。